スタートしましたと3番のラディウスダッシュがつきません。好スタート好ダッシュ、1番ライブリシネル、2番の豪気内2頭、まず先頭2番手に立って押して押して9番の鈴鹿キングダムが3番手からこの2頭をかわす勢いかわしていきました。その3頭から4馬身5馬身切れました。離れた外から14番のウィンクルキラリじわっと4番手に上がっていきます。その後12番のパルファンデュロワ、そして4番のサイモンラムセスが続いて3コーナーカーブへとかかっていきます。外回りの3コーナーカーブを回って6番のながらフラワーも先段めがけて上がっていきました。あと中段から13番タガノエンブレム、中段外目 1000m 切って3コーナー、そのうちに5番のダッシングブレイズで中段の後ろ、あとは7番のウエスタンレベッカ、そして外から11番のポロタンが接近、インコースは3番のラディウスが行きました。その後1馬身差、10番のセイントバローズおしまいから3頭目かわして、8番のクールオープニング上がって最後方15番の名将男気、第4コーナーカーブへと入ります。先手を取った9番の鈴鹿キングダム600を切って1馬身リード、その外に出した1番のライブリシュネルが2番手、第4コーナーから直線に入りました。その後3番手外目2番の豪気が続いて、さらに外から14番のウィンクルキラリと前は広がってきました。これら先段の後ろ狭いところを狙って4番のサイモンラムセス、6番のながらフラワー前を虎視眈々伺っています。この間に外からは5番のダッシングブレイズが追い込んで、さらには10番のセイントバローズ200を切って坂を上がります。1番ライブリシネル、2番の豪気、外から5番のダッシングブレイズかわして100を切りました。内を狙って4番のサイモンラムセスですが2着争い、最後は流した5番ダッシングブレイズ降臨、2着4番サイモンラムセス、2番の豪気が3着でした。